はい、めこです。今、日曜日の夜中の1時くらいなんか、今日起きたんが結構お昼過ぎで、まあ寝られへん、夜型やから。まあ夜中の1時やねんけど、うち明日有休やから、ちょっとカルボナーラ作ろうかなと思います。夜中に、めこですみたいな感じで元気にやってられへんから、ちょっとおとなしくやろうかなって思ってます。うち、ツイッターでカルボナーラの作り方を前見かけて、やってみたいなと思ってたんやんか。マルミキッチンっていうアカウントの人がいてフォローしてんねんけど、うちインスタントラーメンと材料さえあればカルボナーラできますみたいな感じだったから、やってみようかなと思います。要はベーコンを炒めて牛乳入れてラーメンを炒めて焼くみたいな感じかな。今こう普通に携帯で見てるから、電源勝手にオフになるから、まずベーコンを、ベーコンを棒状にカットしたら、オリーブオイルで炒めて塩コショウを少々します。はい。あー、すいません。いや、これ、普通に洗って食べるから。まな板。はい。また落ちたベーコン。ベーコン何回落ちたの、マジで。まあ任せて、今から任せて。ベーコンの量的には、まあ正直こんぐらいで十分かなと思います。まず使わない分は真空パックに入れます。待って、使わない分は真空パックに入れますみたいな説明してたら、マジで進まへんから、物事も。夜中にこのカルボナーラを食べるっていう背徳感がやばくない？絶対やし、動画がなかったら食べへんもん。で、ベーコンは、なんか、10って言わへんけど、ちょっと待って、もうちょっとあった、10って言わんかったから、ちょっと違う気がします。そう、なんだかんだでね、梅子の料理動画というか、料理チャンネルも、まあ、ちゃんと見ていただけるようになってありがとうございます。これからも、ちょっと少しずつですが、うまくやっていきたいと思います。料理教室とかちょっと行こうかなと思ってんの。とりあえず、料理教室行く前に、ベーコン自分で焼けれるようになってから行こう。結構うまくいってない、私にしよう。まだベーコン焼いただけやねんけど、今んとこトラブルなし。さっきまで結構しんみりしててんけど、料理が始まるとマジでテンションが上がる。これ溶き卵2個、はい、この後のフェーズとしては牛乳を加えてラーメンを投入するんよ。まあ本当はここの中ではチキンラーメンやねんけど、うち、なんか間違えて、札幌一番買ってきちゃったから、まあ別にいいでしょっていうとこは。動画を撮る前に、やっぱこう何を話そうかなみたいな、本当に結構考えたりするの、たまに。なんか喋ることないしなみたいな、とか思ったりとかするんやけど、全然話す余裕が相変わらずない。なんかちょっとこう、ちょっとした失言話をしながら、その料理を作りたいんやけどね。牛乳加えるで。大丈夫？大丈夫かな、ちょっとカメラと一緒にそれをキャッチ。あ、ちょっと待って。カメラ固定されてない。はい、こんな感じでーす。牛乳入れまーす。熱いんやけど、やっぱさ、カルボナーラ作るからには、カルボナーラを見せたいわけよ、私としては。で、本当は、梅子さんの動画を見て、カルボナーラ食べたくなりましたみたいな人が、出てきたらなんかちょっと嬉しいやん。ねえ、あ、そう、ちょっと沸騰してる。待って、これだと何するんやっけ。ちょっと待って、牛乳を加えて沸く直前まで温めチキンラーメンと。もうすぐ沸く。ちょっと待って、これは捉えたい、カメラで見て。沸く直前って今じゃない、っていうか沸いてるやんみたいなぐらいやけど、今私はラーメンを入れないといけない。ラーメン、マジで、はい、ラーメン投入します。これ火はこのままで良いんですかっていう。消えんといて画面。そう。麺がほぐれたら火を落として溶き卵と粉チーズを加えて混ぜる。麺ほぐ、全然ほぐれへん。こんな感じやねんけど大丈夫？なんかいつほぐれるんこれ。なんか昨日友達にちょっと YouTube のついて相談してたんよ。なんかすっぴんで料理を作るのはどうなのかみたいなことをこうすごい指摘されて、まあ確かに思って、いやでも他の YouTuber だってそのすっぴんで動画撮ったりしてるし、みたいなことを言って、いやでもそれは
20代前半とか、まあ、ギリ20代の子がやってからありだだけで、アラフォーがやってたらマジやべえやつだからって言われて、まあ、それはおっしゃる通りなんですけれども、でも、よくよく考えたら、そんな私きちっとした動画できないからっていう、そう。できることとできないことっていうのは、人間それぞれあるから、今目がほぐれちゃうのかな？やっぱさ、できないことにフォーカスしてもダメなわけよ、人間。だから、私料理できないから、やっぱその、できないところをやっぱこう、よく見せるのはやめようみたいな。で、何？まあ次は溶き卵と粉チーズね。でも私意外と YouTube 歴2年ぐらい経ってて、最初のカップラーメンから、今、カップラーメンからカルボナーラに作りなってるだけでなんかあんま変わってないよな。ちょっと待って、自分で言っててウケるんやけど、でも全然成長ないやん、ちょっと。料理に関しては。まあ顔はだいぶ変わりましたけどね。で、溶き卵入れます。ここで、あれ？ちょっと待って、待って、溶き卵でいいんやな。なんか完成品のやつが上に卵黄乗ってるんやけど、あ、しまった、間違えた間違えた間違えた。溶き卵は1個でよくて、上に乗せるのは1個だった。わかる？私2個を溶き卵にしちゃったから。じゃあもうちょっと待って、ちょっと冷静になって、卵はじゃあもういい、卵黄は諦めます。さすがに卵3つは食べられへんから、チーズちょっと入れます。で、粉チーズないから、ちょっと今ここにある、モッツァレラチーズを入れます。じゃあもうこれで完成かも。お見せしたいです。ぜひ、これは。これでいいのかな？むっちゃ不安。むっちゃ不安。不安と背徳感のカルボナーラって名付けていい。ちょっとなんか見本に、ちょっと頑張って近づかせるけど、はい、できました。はい、こんな感じでーす。結構惜しくない？ちょっと見本と違うところといえば、卵黄が乗ってるか乗ってないかっていう差かなっていう感じだと思います。はい、というわけで実食いきたいと思います。じゃあ、あったかいうちに食べましょう。美味しいうちにね。これ多分冷めたら絶対まずいと思う。あ、なんか暗いからちょっと明るくする。はい、いただきまーす。でも正直な感想を言うと、これミスで出てきたらマジで消えると思う。これはちょっとね、あかんな。これちょっと、何がダメなの？塩コショウが足りひんのかな？いや、まあ食べれるけど、みたいな。不安と背徳感の溢れるカルボナーラって名付けたけど、ミスで出てきたらブチギレるカルボナーラになってるかも。カルボナーラ感がないんよね。もうギリ、ここで、何やろ。そのチーズが残ってるから、カルボナーラかなみたいなところあんねんけど。なんか、やっぱ麺が美味しくない？いや、全然これ普通に札幌一番普通に食べた方が美味しいと思うよ。じゃあ、チキンラーメンがよ、じゃないとダメやったってことなのかな？え？とりあえず、ベーコンだけは食べる。え、何がダメやったんやろ、マジで。わからん。全然わからん。やっぱなんか、いや、こんなもんなんかな？なんか妥協してくる、いくっていう。え、だって結構レシピ通りには作ったような気がするんやけどな。いや、ちょっと卵は多かったんやけど、え、これ結構苦痛なんですけど、あ、ちょっと無理っすねっていう。ちょっときついんで、まあ、はまります。食べ物残したら叩かれるんかもしれないんですけど、ちょっとこれ食べるのきついんで残します。なんか結論、カルボナーラって、やっぱりパスタは自分で茹でて、せめてカルボナーラのなんか元みたいな、インスタントでも何でもいいけど、なんか専用のやつの方がいいんじゃないかなっていう方に思いました。まあそもそもね、カルボナーラは夜中の1時に食べちゃいけないっていうね、私はもう1時40分ぐらいからなんなら。その本屋さん行って、本買ったわけ。いろいろ、なんかね、やめる美容とか、これなんかいろいろやりすぎたらあかん、みたいな話を、本があるから、それをちょっと買ってみて、あとは、若さを保つ栄養メソッドとか、とりあえず美容の勉強にちょっと真面目に、私なりにやってみようかなって思ってます。そんなすごい専門家的なことは言われへんと思うけど、まあ、うちなりにちょっとね、科学とかも含めて、思い出してみようかなと思って。美容の勉強マジでむずいって思いながら、こんなカルボナーラ食べてる場合じゃないからって思って反省しております。はい、梅子の2年間の YouTube の
料理の成長としては全然成長しないってことやな。もうむしろ退化してんじゃんみたいな、なんか昔はインスタントラーメン作ってたらみたいな感じで、その昔の動画もあるから見てあげてください。よろしくお願いします。バイバイ。君は何